こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日はこのスタイルですから、はい、根掘り葉掘りということになりますということで、はい、新製品が出る、はいはい、この根掘り葉掘りはメーカー様が発表されているもの以外に斉藤さんならではの切り口で深掘りすることによって商品の魅力をさらにお伝えしようという、はい、どんどんいきましょう今日は、はい、では、今日はゲストをお越しいただいていますのでご紹介をお願いします。はい、はい、では自己紹介お願いします。はい、グローブライド企画課、野竹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日やっていくんですけど、今日は何という商品でしょうか。はい、ダイアデムから新しいラケット、はい、まあ、ノバ V3 というラケットが発売されますので、はい、こちらの話をちょっと怖いんですけど、はい、あの一緒に話をさせていただけたらなと思っております。はい、ではやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。まずちょっとダイアデムってね、まだ知らない、はい、前作の時は3機種、はい、やっぱり前作との変更点、はい、この重さで、はい、そのパワー系ラケットってプラスもどうですか。もう今プラスって、うん、どうですか。やっぱり他でライバルが多いかな。ではやっていきたいと思いますが、はい、ま、ダイアデムの、うんうん、野竹さんということでよろしいですか。書いてありますね、ダイアデムって書いてあります。今日は、ね、今日は、はい、そうですね、今日はミスターダイアデムで、はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。では、恒例のところからいきますか。そうですね、はい、20秒で、新しい、ね、はい、ノバというラケットの紹介を、うん、こちらのカメラに向かって、あの右側の方ですね、はい、はい、いいですかね。はい、ではお願いします。はい、ダイアデムから新しいラケットノバ V3 シリーズが発売されます。今回のノバ V3 爆発的パワーを手に入れた本当に競技者にとって武器になるラケットになってますので、ぜひ皆さん手に取って使っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、はい、ということで今のメッセージの中にもたくさん、ね、はい、あの言葉がありましたけども、はい、爆発的、爆発的、はい、エクスプロシブって、この間 ね、あの情報解禁日ですよはね、はい、お話したときに、最初パワーって言っていいのかなって悩まれてましたけども、ここに書いてありますから。書いてありますから、はい、ここ爆発的ということですよね。はい、そうですね、はいはい、じゃあこちら、根掘り葉掘りさせていただきますが、はい、まずはどの辺からいきますか。まずちょっとダイアデムってね、まだ知らない方も、はい、知らないし、ね、いるかもしれないですから。はい、だって、この間、年末でもランキング、はい、トーク発表させていただきましたが、はい、メーカー順位も上がってきてるブランドなので、はい、知らない方はいないと思いますけど、あの、ね、ね、知らないと思うんですけど、はい、あの上がってきてるんですよ。ありがとうございます。上がってきてます。はい、はい、一応チェックはさせて、ありがとうございます。はい、そうなんですね。はい、ブランドとは、うん、ブランドとは、はい、ダイアデム、一応ダイアデムについてっていうのをもう一度ご説明しておいていただいていいですか。はい、ダイアデム、あのアメリカのフロリダにある会社っていうところなんですけど、うんうん、本当にあの会社が立ち上がったのが2015年という非常に若いテニスのブランドですね。9年目を迎えたんですね。そうですね、はいはい、でその中で、まあ、あの会社を立てた理由としては、元テニスプレーヤーの2人が、まあ、自分たちより選手たちが使いやすいラケットを作りたい、うん、まあ、今の世の中に出てるラケットよりも自分たちが作った方がより選手が満足できるラケットを作れるという自信から、うん、あの、まあ、立ち上げたブランドになってます。うん、なのでかなり競技者に目を向いてるブランドではないかなと考えてますね。うんうんうん、私もお会いさせていただきましたけど、うん、はい、あの海外からいらっしゃる、そうですね、はい、AJ さん、AJ、はい、はい、あのテニスが非常に上手で、そうですね、ね、はい、はい、そうですね、で、あの、まあ、いろいろその時もねお聞きしましたけれども、うん、あの深いところで、うん、要は選手されてたんですよね。そうですね、だからこそ分かる選手が求めるものをお作りになられてるというところのブランドと、はい、もともとはストリングスから始まった、最初はストリング、はい、最初に作られたのはストリング、うん、始まって星型のやつですよね。そうですね、はい、あれが彼らの中の本当にまあ画期的なストリングっていうところで、まあ代表的なストリングになっていますね。うんうん、そこからということ で、はい、でダイアデムというのは、王冠という意味ですよね。そうです、王冠ですね、はいはい、なのでそういうブランドだというところ、うん、はい、そうですね、もう皆さんご存知だと思いますけどね。知ってますかね、はい、でそのノバが、はい、前作の時は3機種、はい、3機種ですね。ちょっと待ってね、ノバ行く前にダイアデムとしては、はい、
2カテゴリー、あ今そうですね、2モデルですよね、はい、エレベートと、はい、ノバで、エレベートは、V3 になったのが去年ですよね、うん、23年、はい、あそうですね、はい、で24年にノバの方が V3 を迎えられるということで、はい、でこの2つの違いとしては、はい、ノバの方がどちらかというと一般の方にも使いやすい黄金スペック等々を含めたモデル、そうですね、黄金スペック含めたモデルですね、はいはい、で、どちらかというとエレベートの方が競技者志向の、まあ、コントロール系というんですかね、うん、そうです、コントロール系ですね、と、パワー系という感じですかね、その中のノバの方ですね、はい、そうですね、がそこからいきましょうか、はいはいはい、で、前作のモデルがよいしょ、あ大丈夫ですか、こちらですかね、どっちも、はいはい、3機種ありました、はいねはいはい、通常の、はい、ノバ100、はい、300g のモデル、はい、これがだから黄金スペックですね、はい、332、100の27、そうです、ね、だから黄金スペックど真ん中というところ、はいはいうんはい、まあ、それにプラス、はい、プラスなかなか今プラスないんですけど、はい、長いってことですね、はい、0.5 インチロングのモデルですね、0.5 も長いんですよね、はいはい、だから本当に長い、長い、はい、ハーフインチロング、はい、これ305g、 2.54 の幅だから 1.71.23 とするぐらいですね、はい、それぐらいですね、はい、と、こちら、ライト、はい、こちらが 280g 台のモデルだからプラチナスペックってとこですよ ね、 はい、この3機種だったのが、はい、増えました、モデル数も増える、はい、はい、5機種、はい、ちょっと今持ちきれないぐらいありますけど、はい、5機種になる、そうなんです、はい、私のじゃあ、はい、ね、あるないでいきますと、まず今までこれで、ね、はい、お使いのお客さんおられると思うので、はい、まずじゃあ黄金スペックのところの300の32が、はい、300の32はこちらであります、はいはい、じゃあこれ持ってみましょうか、はい、で今ちょっと違うのプラスの方いきましょうか、はい、プラス、僕違うの返しちゃった、うん、はい、プラスがこちらです、プラスがこうですね、プラスもあります、はい、ちゃんとここは一緒ですね、はいはいはい、で今までライトって言われてたモデルが、はいはい、ちょっと名前が変わりました、はい、チーム、ライトがチームに変わります、はい、変わりました、今変わりました、はいはいはい、プラス2本あるということですね、はいはい、2本、はい、でもう一つは、ツアーというモデルが新しく追加されて、はい、こちらが、315g、 315g、はいはい、でバランスが 305mm、 305mm、はい、315の305、はいはい、っていうのが増えます、目のサイズは100です、100、はいはい、なるほど、100でじゃあ少し、重めのバージョンが来たということですね、はい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 、そして、今までなかったモデルとして、はい、まあ、ライト、はいはいはい、これが 270g、今までライトがチームに変わって、はい、その下にもう一個軽いライトが来た、はい、もう一段階変わります、はい、が、270g の330というバランス、100インチで新しく追加という、はい、2機種追加になります、はいはい、あ、じゃあ一番上と一番下が入ったみたいな感じ、そうですね、重さ的にね、幅がちょっと広がったと思っていいんですかね、はい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 、なるほど、はい、というラインナップの5モデルですということになります、はい、はいはい、さて、はい、その中から私まずはやっぱり、はい、どうしましょうか、普通に100いきますか、100これで合ってますね、100これで合ってます、はいはい、こちらのじゃあ100の方なんですけど、はいはい、前作との変更点というところをまず最初に、はい、そうですね、お聞きしていきましょうかね、はい、はい、最初に話をさせてもらったように今回爆発的なパワーが手に入れました、うん、じゃあその爆発的なパワーどこから生まれてるんですかっていうところで、うんうん、覚えていただけてると思うんですけど、うん、ダイアデムの本当機能の独自性というところで、うん、FS システムっていうところがありまして、はい、まあ、フレームの中にもう壁を作って、うん、まあ、部屋が3つあるような形のものを使ってて、かなり安定感っていうのと強靭なボディを手に入れて、まあ、そこでもうフレームが負けないパワーを手に入れてたんですけど、要はフレームの中って、まあ、こういうタイプで特に中空だったりします、はい、そこを、内壁を作る、そうですね、まあ、中に柱を立ててあげて、さらに、ウレタンを充填してやる、そうです、ことによってのフレームの剛性を高める、はい、安定性を高めるというところのテクノロジーでございました、はい、ちょっとね、前回のこの辺写真入れておきましょうかね、はい、このバットキャップ外したところの中身が分かるところ、うん、ね、はい、非常にこう詰まってるのと内壁がちょっと見えるの で、 そ、 うです、ね、それがずっとここにあったものが、はいはい、がさらにそれがアップデートされて、はい、内壁の中にさらにもう一枚壁を作って、はいはいはい、
イメージとしてはもう5部屋になってるような5部屋になったあの形になってます、うんうん、これちょっと話しましたよね。そうですね、斉藤さんのお家がね100平米あるらしいんです。それが普通は今まではあのワンルームだったんですよね。100平米のワンルームの集まりだった、ね、はいはい、お風呂も何もないところに。でそれを、前回は3部屋に分けられてた、うん、はい、それを今度は5部屋 に, 5部屋に分かる。だから100平米は変わらないけれども、はい、うん、部屋の数が増えてるイコール柱の数が増えてる、うん、そうですね、はい、というように変化した、はいはい、でその5部屋の中にさらに人が全部詰まってるような、人が詰まるみたいな、その部屋のなるほど、布団を詰めるんじゃなくて人が詰まるんです、はいはいはい、そうするとすごいなんかもう、はい、イメージからしてなんかすごい安定感というか、はい、うん、あると思うと思うんですけど、はいはい、そこが変わって、うん、本当にフレームがもうびくともしないというか、うんうん、まあ、一番強いところであのちょっとさっき話してしまうと、はい、RA っていうところが前回、はい、うん、あのシリーズ69っていうところで、はい、で今回も公表値出してるんですけど、はい、69は変わらないです、うんうんうん、でそれはまあ、 あの中の設定、まあ、レイアップの、うん、あのセッティングとかで調整してるんですけど、それよりもやっぱり、まあ、ダイムずっと話してるんですけど、フレームが当たった時にとにかくブレない、ねじれない、うん、こういうことですね、変、あ、そう、あの無駄な変形をしないっていうところを追求してて、やっぱりそのスイングしていくときに真横から当てるって基本的にほぼないんで、どうしても少しあの斜めに入るところでここが負けるとやっぱブレちゃう、そこをとにかくしっかりさせたいっていう気持ちがあって、それをよりあの FF システムを進化させて、名前的に FS2 システムなんですけど、 FS2 になってより強靭な、なるほど、あのフレームが出来上がったってところが大きなアップデートの一つになってます、ね、それはじゃあトルクが、はい、要は最小化されるっていうことですか。です、ね、はい、あのこの間その、情報解禁日ですってお話聞いた時に、はい、どうパワーを上げたんだろうと、はい、お二人で、まあ、はい、あの想像してたんですよね、はい、RA は変わってない、はい、まあ、縦シナリオは別に置いといたとしても、はい、そうすると柱が増えてるからフレームの潰れが減るんだろうな。そうです、まあ、そのパワーがすごく想像できたんですけど、はい、プラスそのトルクも強いということですか。です、ね、はい、うん、だから打ち負けない、うん、で今の現代テニスでいうともちろんパワー、まあ、スピードがかなり今ある中で、うん、その中でパワーを求められる、はい、で結構個人的にすごい大事だと思ってるのが、うん、その中の展開力だと思ってるんですね、うんうんうん、であのプレーの流れを、まあ、展開させるときに、うんうんうん、フレームを負けるとコントロールできないんですよ、うんうんうん、そのコントロールを追求していくとこういうボディになっていくっていうようなあの流れですね、はいはい、だからよく、はい、あのこういうのもありますよね、しなることでコントロール性能を上げるっていうお考えをお持ちの方っておられるじゃないですか、はいはい、だからそれってしなればしなるほど柔らかいものですから自分でコントロールできない、うん、はい、イコールこう射出方向がブレる、はい、あ、そうです、それはダイアズムさんとしては違うと、うん、要はしっかりさせることによって射出方向、要は飛び出し方向を安定させることがコントロール、はい、そうですね、うん、気持ちいい。やっぱでもエレベートとはちょっと差別化されてるんだろうなっていう感じもしますね。ただちょっと今補足というか、はい、やっぱプレイヤーによるっていうところは間違いないですね、はい、やっぱすごいハイスピードの中の中でパワーを求める人にとっては、うん、あの安定させた方がコントロールできるっていう考えですね。例えばダブルスでサーブ打たれた時にストレート打つ時にしなりすぎると少しずれ、うん、こうでどっちかに行っちゃう方もいますよね、はい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 、でそういうところをあの強靭なボディで、うん、あの安定させるっていうところができる。だから物性としてはその方が安定するっていうことですもん、ね、あの物理で言うと、はいはいはい、あの前回見たかな、はい、結構物理的に考えたらそっちの方が安定するっていう、だからプレースタイルでよってはまあ感じ方は違うんですよ、はいはい、物的にはじゃあどっちがコントロールできるのって言ったらしっかりさせた方ができるのは、はいはい、これは物としては当たり前のところだから、はい、それを今回 RAではなくっていうことは打感は硬くなってないで、はい、普通に考えたら、はいはい、強靭なボディを手に入れたら、うんうんうん、打感は硬くなります、想像しちゃいますよね、なんですけど、はいはい、ここにあの前回エレベート V3 にも入れたクライボンを搭載して、はいはい、それであの手に来る衝撃っていうのをかなり減らしてるっていうところになってます、うん、で入れてる場所はあのフェイスの、はい、まあ、最30ミリのところと、はいはい、このスロートシャフトのところに入れてるっていうところで、はい、本当一番、うん、まあ、彼らが本当にいろいろやって一番効く場所もここだっていうところはエレベートから一貫してそこに入れてます、うんうん、で、ボディは安定してる、うんうん、なんだけどあの柔らかい打球感、マイルドな打球感っていうので、普通ちょっとあんまり、ね、うんうん、一緒にならないところを両方、うんうん、なるほどですね、取り入れたっていうラケットになってます。クライボンがあるからこそできたということも一つあるぐらい両方がこう相乗効果を生んでる、うん、はい、うん、なるほど。
けどね、今回そう2機種追加されたんですけど、うん、まずちょっと重たい方、はい、ツアーの方なんですけど、はい、ずっとツアー持ってるんですよ。持ってますね。それはいいだろうな。やっぱりこの重さで、はい、そのパワー系ラケットって、はい、あんまり今他社がどっちかっていうとちょっとなくなってきてるとこかなと思う。315の305、はい、100でっていうところでしょうね、はいはい、そこがミソだと思ってるんですよ、うんうんうん、で、まあ、バランス的にかなりトップライトの設計になってるし、はい で, ね、でもパワー系のラケット、うんはい、っていうのがなかなかもっと、まあ、エレベートツアーとかだったら結構 ね, そうですね、使いたい薄いラケットっていう方向はあるんですけど、パワー系って各社ちょっと、まあ、国内では取り扱いをやめてきてるところが多いんですけど、はいはい、あえてここ投入してきてるっていうのはどういう方に使っていただきたいかなっていうのあります？あのダイアデム、まあ、ブランド自体がやっぱ競技者を満足させるっていうところがあって、うん、やはり競技者になってくると重たいモデルを使いたいっていう方もいて、うんまあ、やっぱり重ければ重いほど物体の衝突になるので、うん、やっぱそっちの方がパワーは出るし安定も出るっていうところになってくるので、そういう人たちを満足させるスペックが必要だっていうところで、今回のツアーが追加された形になります。で本当にパワー系なんですけど、あの一般的なこういった、まあ、ラウンドタイプのパワー系って最大幅が、まあ、黄金スペックというかというところで言うと26ミリ幅なんですけど、これそれよりも薄くて全部24ミリが最大幅になってます。ここもあの全部の流れの本当にここが現代テニスにおいてかなりマッチしているスペックだとは思ってて、あのなんかちょっと難しいんですけど、ボールのあの長さ方向のやっぱコントロールがしやすいというところが24ミリというところになって、26ミリだとまあ特にダイアデムの方たちが言うのはあの具体的には言えないんですけど、あそういってすごいところのラケットとかはアウトオブコントロールになるケースが非常に多いから選手とかに使わせてやっぱり24ミリの方があの一番コートにも収まる、それでいてパワーが出るっていうところ、あのパワーとまた飛びっていうのは僕は違う要素だと思ってるんですけど、パワーはしっかり確保している、でその中でコートを収まるっていうスペックを作るとこのラケットになるっていう、まあ、そのアウトコントロールっていうところで考えたら長さの、そのコントロールというのは回転量だと僕は思っていて、ああそうです、それもあるんですね、要はどんだけ飛んでしまった、例えばあのビルを飛び越えるぐらいのパワーがあったとしても、はい、回転をかけるというテクニックさえあれば、はい、コートに収まる、うん、そうすると強いボールが打てるっていうところがあるんですけど、多分開発の中で言った時のターゲット層が、はい、が発揮し得るスピン量との掛け合いなのかなっていうちょっと、あの僕はさらにそこに、飛びの要素は、いわゆる最初のパワーっていうか初速と、スピン量と打ち出しの角度だと思っていて、その打ち出しの角度のコントロールがこの幅に効いているっていうふうに思っていただけたらいいかなと思います。特にその回転系の何かあの要素っていうのは今回は特には歌っですね、はい、で回転系の要素、はい、さっき言ったあのフレームが強靭なボディっていうのも回転に効きます。なぜかというと、まあ、エレベートの時も話してるんですけど、あの当たった瞬間にここがやっぱり負けると最後までしっかり落ちきれないんですよ。フレームにエネルギーロスしちゃうし、それをちゃんとエネルギーをボールに全部伝える時にフレームが安定してるからスピンもかかるっていうのと、今回あの今2つアップデートのこと言ったんですけど、3つ目のアップデートが実はありまして、ストリングパターンちょっと見てもあまり分かりづらいんですけど、この真ん中のところですね、はい、ここのパターンを少し前作に広げました。なるほど、はい、これ一応前作知ってたわけじゃないですよ、知ってたわけじゃない、多分何かしてるんだろうなとか今思いながらちょっと広がってるっていう、ちょっと広がってる、はい、まあセンターで言うと1ミリ広がってます。なるほど、はい、横にですね、横に、あそれ言ってましたね、そうなんですよ、はいはい、これもまあパワーとスピンの両方につながりやすいかな、ね、うん、はい、たわみが大きくなるので、はい、飛びも、うん、ストリングスのパワーも活かせるし、うん、スナップバックも大きくなるし、うん、というところですよね、はい、そうですね、だから前作よりパワーが上がってもコートに収まるということですね、はい、なるほど、というかデザインがすごいかっこいいんですけど、はい、そうですね、違うアップデートのところ今言っちゃいましたね。はい、でもそしてこれが、まあ、その重たい、まあ、ツアーの方と、うん、はい、で、もう一個その追加されたラケットとして、まあ、ライトですね、でこれ店頭で、まあ、ダイヤでもご紹介させていただいて、はい、やっぱりデザインで手に取る方もいらっしゃるんです、はい、でお話の中で必ずこれあの実は元プロ選手が、っていうお話をすると、やっぱり先ほどからお話で言っているように、その
あの選手目線でっていう話をされると、うん、ちょっと軽量気味の方で、いや私はプロじゃないからって言われてしまうんですけど、はい、今回軽量の方を追加してきたじゃないですか、はい、270g、はい、これっていや、うん、どんな方に使ってほしいかなってあります。まず 270g が追加できた理由としては、うん、クライボンが入ったから、うんうん、これが結構大きいです。あのそこの打球感がやっぱり重すぎ、あの硬すぎないっていう感じができるところと、で先ほどからあの競技系競技者に使ってもらいたいっていうところで、ジュニアも競技者って考えてて、やっぱりあの小さい頃から使える本当にしっかりしたラケットを使って、そういう子たちももうしっかりもうコントロールして打ち切るっていうラケットが必要だっていうところも含めて 270g になってます、うんうん、なのでやっぱりそんなに、そうですね、他の 270g ラケットと比べて簡単ではないです、うん、ただあの上昇したいっていう気持ち、うん、あの、うん、ある方たちに向けて、うん、やっぱり270から最初からダイヤでも使ってもらって、うん、どんどん成長していって、うん、最後はまあツアーまでっていうスペックがあるよっていうところになってますね、うん、そうです。1本目のその手に取るラケットっていうのが今までだと285っていうと、はい、ちょっとやっぱり躊躇する方も結構いたんですよ。そうですね、小学生で、うんまあ、ジュニアね、はい、ジュニアの子を変えていこうとした時に、はい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 、285が1本目っていうとさすがにちょっとやっぱ重くて、うんはい、でも270ってちょっとね、まあ、ハードルが下がったというか手に取りやすい重さ、はいまあ、触れるラケットの重さに変わったことで、うん、ちょっと選ぶ方が増えてくるんじゃないかなっていう、はい、だから言い方として言ったら選手が使えるものが身近になってたスペックで出る、うん、そうですね、まあ、昔もそうじゃないですか。例えば85とか90のラケットで、うん、300、まあ、もっと言えば340とかあったものに鉛を張ってトップヘビーにして使ってる選手たちのラケットを、うん、じゃあ日本人で使えるようにしたらどうなのっていうのを総軽量を、うん、総バランスウェイトを下げて、うん、そういう体感ができるバランスとかが作っていったっていう流れがあるから、うんうん、選手が使えるものが、例えば女性の方、はい、でも使えるスペックで登場してるから逆にもっと安心だしって言えるのかなっていう気はするんですよね、うんうん、そうですね、そういう進め方でいいじゃないですか。今までよりもその本当に幅が広がったなっていうのは感じますよね、はいはい、これ厚み一緒ですよね。一緒です。正面厚み一緒ですか。一緒です。なんか太く感じますよね。色でしょ、まあ、デザインの、 あの塗装の仕方とかもちょっと見方も変わるし、ね、デザインも変わるんですけど、はい、なんかパッと見た、まあね、ノバって文字が太くなってるのもあるけれども、ねはいはい、今ちょっと見ててなんかこの辺すごいがっちりしたように思うのは、うん、このコーティングのそうですね、うん、ちょっとマットな感じがしますから ね、うん、ねあと触っていただいてまたエルベの時もあったように、うん、かなり手触りがいいフィ、ね、ーリングになってるかなと、うんうん、なんか高級感がある、はい、そうですね。こっちが好きなんですよね。ここはね、ここそうですね。非常にかっこいいですよね。うんうん、逆に読んじゃったんです。え？最初。ノバじゃなそうそうそう。読めちゃうから。どう？バオン。そうと思ったんです。真面目に。こう読んだらそうなっちゃうけども、こうですからね、皆さん。ノバですからね。間違いですね。はい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 。なるほど。そうですね。幅広くいろんな方に使ってもらえれる。うん、はい。本当にそうですね。パワーが、うん、パワーを活かせる、うん、コントロールもできるラケットになってて、うん、あのまあ個人的にですけど、うん、これ本当に完成度高いと思ってて、うん、あのちょっと自分なりなんですけど、はいはいはい、一応まあちょっとだけ、はいはい、あのラケット開発ってことやってっていう、まあなんて言っていいかわからないけどちょっとですよね。はい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 。まあすみません、はいはい。そういう経験がある中で、はい、これは本当に。そういうなんかスイングの速い人、うん、競技の中で勝ちたい人っていうために作ったラケットとしてはかなり完成度高いなと思ってます。うんうん、あれスイングウェイトって歌われてました。スイングウェイトこれは公表してます。してないんですね、はい、なんかこう内壁が増えてるので、はい、スイングウェイト重くなっちゃってんじゃないかなって思っちゃうけれども、そこは調整は入ってるんで、はいはいはい、ね、これやっぱりこのエクスプロッシブパワーって歌ってますから、はいはい、やっぱもう皆さんパワーが当然上がってるっていうイメージがすごくあると思うんですけど、どんぐらい上がってるとかなんとなくの数字ってあるもんなんですかね。あまあまあ、あどんなもんかな。どうまあ、まあはい、まあそれはあの、はい、結構それは難しいところなんですけど、あの例えばトラックマンイベントとか、はい、レンジャーさんでやられていると思うんですけど、はい、これ前作と今作打ち比べ
ってもらったら、うんうん、あの初速ってところはもう上がると思います、うん、しっかり振り切ってくれればもう間違いが上がるんで、うん、そこがまあ何パーセントって結構人それぞれスイングスピードにもよるし、うんうん、っていうところなんですけど、もう間違いなく上がってるモデルになってます。いや、敵なんか計測するから来てくださいとか呼ばれるかなと思ったけど全然呼んでくれないんですよ。計測するから斉藤さんに打ってもらうってこと？ええ、僕が打つわけじゃない。測るだけね。測る方で、はいはい。そうですね。じゃあ一瞬今後、呼ばれるかなと思って待ってたんですけど、全然声がかからないです。なんか意地悪な話になってしまって。でもね、ここ横浜店、ね、ここでもですね、はい、あの成績店でも測れますからね。はい。斉藤さん、これもやっぱり結果見たいんですよ。はい、前作との差。何パーぐらいかっていうところ。ね、はい。まあそれをエクストリームパワーで歌ってるがためにちょっと言いたいということですね。うん、お客様にこれぐらい実績として上がりましたよと言いたいというところですね。はい。まあ、回転量も多分上がってるだろうなっていうことで、うん、そうですね、まあ、そのパワーとスピン両方が上がってるよっていうのはやっぱりこう、うん、新旧対決やらなきゃいけないですか。ぜひこれやりたいです。ああ、じゃあそうですね。やった方がいいですかね、やっぱね。ちょっと検討してみましょう。検討。これちなみにその中がウレタン充填されてるじゃないですか、はい、前まで3部屋だったから、はい、2種類のウレタンのコードのもの、はい、今回何種類なの？あ、今回も2種類です。2種類、はい、ただじゃ壁が増えたということですね。そうですね。一回これちょっと開けてみましょうか、はいはい、ぜひぜひ見たいですよ。写真でしか見てないですから、はい、これでいいですかね、はい、じゃあ開けさせてもらってこういう形になってまして、あ、なるほど、はい、はいはいはい、ちょっとシリコンとかが入ってるから、はいはい、ちょっとここら辺はそうです、ね、まあ、薄い裏ちゃんだと思ってもらって、はいはい、でここにさらにこういう風な壁入ってるっていうところになってるんで、はいはいはい、ここが今回の FS2 システムのところになってます、うんうん、で種類的にはここの大きい、はい、はい、部分は、はい、一般的なはい、ウレタンフォームが入ってて、はいはい、こっちの小さい方、まず部屋の中は、はい、また違ったちょっと高密度の、はいはい、コアが入っている。でその中にまた仕切りを入れてるっていう形で、前回より増えたのは仕切りだけ で、ね、ウレタンのその質とかは変わってないというところですね、はい、っていう風な形にはなってます、はいはい、なるほど。斉藤さんの部屋が5部屋になったということで、はい、でもほらこれライトだけちょっと違ってたんですよね。はい、ライトはここ蓋開けても、はい、ここにこのシステムが見えません、うんうん、でなぜかというとやっぱライト 270g で、うんうん、この下まで全部、はい、入れることが、まあ、重量的にも難しかったんですけど、うん、そこはちょっと安心してもらいたいところで、うん、フレームは FS2 システムになってます。 FS2 が入ってるんですね、はいはい、なってて、でここから先はウレタンが入っているって形になってるんで、はい、まあ本当にこの軽量でこの技術を全部詰め込めたっていうのがかなりの技術的な、うん、もうまあ、前進になってるかなと思ってます、はいはいはい、うん、なるほど。これコスト上がってません？もう工場からしたらもうな、まあね、させてくれんだよと思っておられる気はするんですけど、そうですね、これ作るの大変だと思います、うんうん、本当に大変だと思います、うん、まあね、うまく詰めてそう綺麗にまた入ってくれればいいですけど、うんうん、検品もあるでしょうし ね、 そうですね、大変大変そうです、ね、コスト上がってんじゃねえかなとかそんな言葉で心配しちゃうんですけど、そうですよね、はい、上がっちゃいますよね。値段は値段はちょい、あ、ちょい、そうですね、そうですね、はい、ちょいちょい、ちょい、 いくらかは言わないんだ。ちょいだってもう、はい、はい、なるほど、そこはもう、そこはもうすいません、なんですか、恩恵を得るためにというところで、はい、はい、間取り増えればね、家賃も上がりますから、まあ、そうね、部屋が多い方がね、うまいこと言いますね、しょうがないです、はい、はい、はい、まあでもね、これだけ物価がねどんどん上がっていって値段が上がる、はい、そうじゃなくてテクノロジーで上がってる分ですから、はい、はい、そうですね、まあ、その中でもだいぶ抑えて頑張ってさせてもらってるんで、うん、なるほど。これプラスもどうですか？もう今プラスって、うん、なかなか他社含めてもなくなってきちゃってると思うんですけど、はい、0.5 インチのプラスぐらい、プラスはですね、うん、まあ皆さん食わず嫌いというか、うん、打たず嫌いというか、うんうん、で実際打ってもらったら、うん、プラス独特のパワーがあるのと、うん、やっぱりコートのどこからでも、うん、プラスだとやっぱり打点位置が遠くなって、うん、
回転量も増えるですね、うんうん、でパワーも上がるっていうところがあるので武器にはなります、うんうん、なのでこれの恩恵を得れる特にあのベースラインプレイヤーとかにはかなり本当に武器になったりあとサーブもあのリーチも長くなったりっていうところの恩恵はあるので、うんうん、一度手に取って試したことない方も、うんうん、あの打ってほしいなっていうところです。なんでながら系ってこんな減っちゃったんですかね。一時期 それこそ私がテニスその業界に入った頃ですけど、うん、ストレッチとかロングボディとか、うんそうですね、たくさん出てて、ああでそれによる恩恵を得た選手がたくさんいて、うん、あのそれこそ日本人の選手が海外の選手と戦うには、うん、その長さというののメリット、うん、私も計測で一回入れられたことあるんですけど、うん、ウッドラケットからずっと打ち比べてサーブってって、うん、どれが一番速くなるかっていうと、うん、やっぱり長いラケットが一番速くなるっていうのが、うんうん結構古いですけど実証テストもあってだからかなりあのプラスはあるはずなんだけれども、うん、なぜこれだけ少なくなったのかなっていうところは、うん、今だからプラスで多分あるのは、うん、多分ウィルソンのウルトラツアーがあるのと、うんまあ、それはね石込選手がずっと、まあはい、ロングボディだったので、はい、あるのと、はいまあ、バボラで2機種ぐらいあるのと、うん、そうですね、はいあれピアドライブのプラスとプラスです、ね、アイロもプラスがあるのと、はいはい、あと何でしょう。あとは、まあ、デカラ系はねちょっと長いのはあるけれども、うんはいまあ、ヨネックスでカスタムすればっていう形でプラスができるそれぐらいかもしれないですね、はい、やっぱりその辺も選手に対してメリットを一つ用意されてる一本ということだとは思うんです、うんうん、やっぱりここも多分ね、うん、あの通常のタイプとプラス、まあ、5g の違いっていうところもあるので、はい、ここ2本っていう打ち比べの仕方もあるとは思うんですよね。そうですね。うん、あなるほどね、なるほどなるほど、うん、そういう対決ね、はいはい、データを取る上で、はいまあ、ちょっとまあ、ね、あんまりここではやらなくてサーブのスピードっていうところもちょっとこういうのを比較してみていただきたいし、うんはい、エレベートの方だとねプラスっていうのがないんで、はい、あくまでこうノバの方ではこういったプラスとの比較っていうのもできるかなと思いますよね、はいうん、バランスが335、はいはいまあ、トップヘビーがですよね、うん、そうですね、うん、ハーフインチロングだから 2.5、1.2mm ぐらい長いわけですから、はい、そうなるほどね。でもプラスをね、今でもこう求めてる方ってやっぱりいらっしゃるので、うんはいうん、そういう方にはぜひ試していただきたい。これ使ってる人もこれしか使えないですもんね。そうですね、他にいないから。そうなんです、うん。なるほど、はい。キャッチコピーって何ですか？あのキャッチコピーが、はい前回エレベートの時のキャッチコピーって覚えてらっしゃったら、はい覚えてますよ。すごい。オールウェイズフルスイング、はい。ありがとうございます。はいはい、で今回もこれ、はい、変わらずオールウェイズフルスイング。もうダイヤデム、そうダイヤデムのこのエレベートノバと一緒に両方ともオールウェイズフルスイング。で一応その下に補足としてこっちが爆発的パワーっていうところ。でエレベートはアルティメットコントロール。うん、ああなるほど。そうですね。はいあのまあ、ダイヤですよ、もうとにかく振り切って、振り切りなさいと、はいはい、そうです。で、その中であのコントロールとパワーとで使い分けてよというところですね。はい、そうですね。わかりやすい。そうですね。オールウェイズフルスイング。オールウェイズフルスイングですよ。いつでも全力でやらないとダメですよ。なかなかフルスイングできない。はいはい、いつもでもここで止めてるからね。当たってませんよってところで止めるからね。はい、完全にそうですね。そう。打点まで動いてないっていう。はい、動けないです。そういう人生で僕たちね。はいなるほど、うん、はいでちょっといい、はい、どうぞどうぞ補足として、はい、あのダイアデム社がここまで競技者にこだわってるってところも、はいまあ、一つ別の理由もあって、うん、あの彼ら独自であのオンザライズっていう新しいプログラムをやってまして、はい、あの将来活躍するプロを、はい、選手発掘をかなり頑張ってやってます、はいはいはい、で本当にまだトップ100に入ってない、はい、トップ50に入ってない選手たちに、はい、もう本当に声をかけて、うん、君たちは絶対このラケットで、うん、あの勝てるようになるっていうサポートも含めてやっていくっていうのをどんどんや今やってる最中です。でこれからあのダイルのラケット使う選手徐々に増えてきます、うん、でそういう人たちを本当に獲得してもう選手使うダイヤデムっていうブランドのイメージを作りたいというふうにやってる中で、うん、このラケットが絶対必要だっていうところで作ってるラケットになってるので、はいはい、本当に競技者のためっていうのが会社として一貫しているところがあります、うん、なので彼らアメリカでも大学、うん、あとジュニアの人たちのサポートっていうのをかなりしっかりやってるっていう動きの中のそういうあと商品っていうことにつながっていくので、うん、日本でも本当に競技これから頑張ってやっていきたい、うんうん、で、まあ、
オンザライズっていうのは本当に上昇していくっていうところで、うん、あのダイヤでのブランドも上昇していく、うんうんうん、で、うん、あの選手たち君たちも上昇していこう、うん、で我々一緒にダイヤでも育てようっていう意思があるっていうところがあるので、うんうん、あのぜひ日本の使ってる方たちも、はい、あのこのダイヤでの理念と一緒に共有して、うん、あの進化していってほしいなと思ってます。これじゃあ日本でもそういったジュニアの子とかを増やしていこう。あ、もちろんです。ってことはもうやっぱ野武さんがキミキミって声かけていく。そうそう、もう止めようもんならもう止めようもんならダメよって言われる。振り切りなさいって言ってどんどん進めていくんだろうなと思います。ね、そういうオンザライズっていうところでお聞きすると聞きたくなっちゃうんですけど、はい、前回まあお話しした時に、5年以内にアメリカで、はいトップファイブに入るっていう、そこの計画は順調ですか？はい、そうですね、徐々にそれはなるほど、あのエレベートしています。なるほど、なるほど。その確認をね、進捗しとかないとねっていうところで、はい、国内はでも9から8って1個上がってますけど、はい、ウィンザー調べの、はい、ラケットランキングでいくと、はい、1エレベートした、はい、してますよね、はい、徐々にもっとね、来年また来年はエクスポーシブパワーでいきますから、エレベートなら今度エクスポーシブパワーでいきますから上がってきますかね、はいはいはい、そうか。じゃあ聞きたいのきますかね、はいはい、やっぱりね、一番ベースになるのがこの100だと思うんですけど、はいうんはい、どうですかやっぱり他で、なんて言っていいですか、ね、ああライバルモード聞きたいですか。ライバルじゃなくて新しい言い方があってリスペクトモードよね。リスペクトされてるモデルって何ですかね。これあの大塚さん許可取らないといけないからあの、はい、大塚さんがそのようにリスペクトした上でこのラケットがリスペクトしている、はい、このラケットがリスペクトしているっていうふうに表現いただいたのを今言いたいんでしょ、はい、ライバルとは言わない。ライバルってでもいいじゃないですか。 それはもう大竹さんの言い方で、はいまあ、そうですね、言いづらいですね。そうですね、コンペティターとしては各社このスペックとちょっと違うんですけど、うん、いわゆる100インチ、うん、300g で、うん、ラウンドタイプっていうのが、うんうんうん、どのブランドも出してますよね、うんうん、でそのすべては、うん、あのリスペクトしております、うんうん、っていう中で、はいはい、あのまあ、一番有名なモデルとかも、はい、いろいろありますよね、はい、ピュアドライブですかね、多分ね、はいはいはい、ピュアドライブだと思います。イーゾーンも、はい、イーゾーン入ってくる、イーゾーンかもしれません、はい、っていうところと真っ向勝負もできるというか、はい、で僕らの中ではもうこちらが優れてると思って、はいはい、あのまあ、そうじゃないともう商品出せないんで、はい、っていうところで考えてます。でそこと、まあ、多少の区別化っていうところでやっぱフレームの厚みっていうところもあって、あのコントロールできて、あの、まあ、爆発的なパワーっていうところがあるので、あのもうそれが、はい、あの、はい、ですよね。ここら辺がちょっとあれ聞くんですか、ビーストの100とどっちですかって聞いて、ああどっちがいいですかね。やっぱりそこも今日はでもミスターダイヤでもですから、そうですね、人によって人によってそういうなるほど、ビーストの性能が求める人と、はいねねはい、あの、うん、もうさっき、うんまあね、ずっと話してたところにマッチする方はこっちっていうのがあるので、うんうんうん、それはもう人によってになってます、うんうんうん、はい、そうなりました、はいはいはい、そういう回答いただいたので、はいはいはい、まあでも、パワー系の黄金スペック含むというところでは非常にライバルというか競合他社が多いところではあります、うん、そこに、まあ、これだけ僕が一番思ってるのはもう内壁がこれだけあるものっていうのは、はいはい、まあ、大体ね中空だったりとか、うん、なんちゃらカーボンとか、はい、いうことが多かったりするんですけども、目に見て分かるものが入ってるっていうのは他にはないテクノロジーというところ、はい、1個言わせていただくなら98が欲しいなっていう、ね、だから言うと思ったんだよ絶対。細マッチョでここがいただけたらななんてことは、絶対思ってる。いやいや、ツアーはツアーでいいと思うんですよ、他にないんで、はい、ただそこにもう1本98であってもいいのかなって、うん、ちょっと思っちゃいましたけど、欲張りすぎですねそれは。まあの用意しているんですよ。いいからそういうそこはいや、海外では逆にちょっと大きい方があるとかね、105があったりとかっていうお話も前聞いたことがあったんですね。そうですね、はい、あ、ノバの、はい、あ、今はもうこれは海外での100だけです。なるほど、なるほど、はい、もう同じという形ですね、うん、そうです、はいはい、もう海外のものを今回すべて、うん、なるほど、はい、やりますんで。なるほど、まあ、このラケットだ と、調べてまいりました読み方、サーシャ・ビッカリー選手、ああそうです、はい、が使用しているラケットでというところで、はいはい、彼女はヴィーナスとかの練習相手をずっとしてたのもあったりするので、はい、そうですね、やっとあの昨年の全米オープンでも予選上がって、うん、1回戦も勝って、うん、やっとそういうグランドスラムでもダイヤでもの選手が、うんうん、そうですね、バックを持ってっていうところですもんね、はい、はい、
だんだん目立っていくんじゃないかなって、はい、でもね、あのダイアデムの本当にバックパック持ってる方とか、はい、バッグ持ってる方もだんだん増えてきてるし、ストリングとしてね、あの人気は出てきてるかなっていう気もしますが、はいはい、あ、なるほど、ストリング、はい、このカラーもすごく見られることが多くなったかな、さっきからこれ触るんですけど、すっげえ、すっごいんですよ、痛いですか、はい、すっごいんですよ、だからあのもうフェルトを削り取っちゃうぐらいの、うん、こう摩擦係数出るんだろうなと思いながら、はい、そうですね、まあ、そうですね、もうマッチングとしてもかなりこのラケットとこれが非常に、うん、はいはい、商品名いただいていいですか、あのソルティスパワー、はい、まあ、ソルティス、あとブラックカラーもあってソルティスブラックもあるんですけど、はい、こちら回転も非常にまあ他と比べても本当に回転量多いし、うん、で星型、まあ、断面星型っていうところなんですけど、あの回転量がそのままやっぱ維持するっていうところも重要ですね、削れてって多角形のところがやっぱ丸くなっていくんじゃなくて星で尖ってるんで、どんどん削れてってもまだまだ摩擦かかるっていうところの試合中の性能が落ちにくいっていうところが、こうイガイガしてる部分が削れていったとしてもまだまだイガイガしてるよってことですね。あ、そうです、イガイガしてるエヘムシみたいなことですよそこがこの製品の特徴になってますね、まあ、本当に合うんでしょうね、多分少しここピッチを広げられたということでの、はい、まあ、あの動きが大きくなる、はい、プラス摩擦係数が上がるっていうところでは非常にベストマッチなのかな、はい、でベストマッチで言うとこっちもですよね、なんか、あ、そうですね、はい、あのグリップテープがお触れしておいた方がいいのかなと、はい、いえいえ話させてください、はい、タイミングを私も見計らいながら、はい、で実は今回、はい、先ほどこちら見たので、はいはい、グリップテープも、はい、あの新しくします、でこちらやっぱりあの選手目線で、あの考えた時によりグリップテープも同じくアップデートしなきゃいけないってところで、うん、これ巻いてあるの、そうですよね、そうですね、で、あの前回結構あのドライ寄りだったんですよ、うんうん、それがあのちょっとウェット感の方のあのグリップテープになりまして、うん、でこちらもあの一番いいウェット感っていうところを求めて、うん、で他社でいうとすごいウェットするやつと結構ドライ側のウェットの、うんうん、まあ間ぐらいが一番いいところっていうところで、ちょっと具体名は避けますけど、サラウェット的な感じですね、サラウェット的な、はい、っていうところの求めてこれになりました、うん、で実はこれカラーが、うん、今日白だけ持ってきてるんですけど、あと、はい、まあ、定番のブラックと、はい、ダイアデムのブランドカラー、うん、ティールっていうところのカラーも3色展開になってきますんで、はいはい、あ、ティールいいかも、はい、これですもんね、そうですね、でここのここもティールにすると、でさらにストリングもこのソルティスパワーのティールにすると、うん、もうザ・ダイアデムっていうラケットは完成するかなっていうふうに、うん、エレベートにも合わせやすいところですね、カラーとしては、サラウェット、うんうん、でもね、今店頭、まあ、シダコーナーがうちもそうなんですけど、1月末まで、はい、まあ、先着順で、はい、あのダイアルの体験ということで、うん、シダしていただくと、はい、ね、あのグリップテープもらえるとかいろいろキャンペーンもやってますから、もうなくなっちゃってるかもしれない、これやる頃にね、絶対買おうかなと思って今まだでもあります、アンケート答えていただくのがありますからね、斉藤さんにはボケとか出てくるでしょ、はい、あのあれと一緒で、あのなんだっけ、あのあれだ、なんだっけ、クライモンと一緒で、クライモン見たいとは思いますけどね、すぐ見たがるからね、そうそうそう、そこね、はいはい、はい、そうですね、ただね、こっちここ見れますから、はい、一応これグリップテープ日本製で、うん、なるほど、メイドインジャパン、はい、はい、メイドインジャパンパッケージですか、パッケージも日本ですか、パッケージ、あ、そうです、全部この日本パッケージはどっちでもいいんですけど何か言いたいことがある、いやいやいや、よくあるじゃないですか、あの、はい、日本で生産していくのパッケージは台湾とかどっかでやるとかも、はい、いうパターンもあったりする、はい、その聞いてみただけで、ね、聞いてみただけです、それちょっと難しい3本入りで出るということです、はい、商品名がプロフィール、プロフィール、はいはい、オーバーグリップ、プロの感じですよ、プロの感じ、そうです、使ってみたいです、あ、これ本当に、はい、本当にいいです、いや今もらえると思ったの、違うです、びっくりした、使ってみたいですよ、それから買うっていう意味で今使ってみたいです、ちょっとそれ今日いいですかみたいな、なるほど、言ったことない、そんな職権内容ダメですからね、はい、はい、そうですね、はい、うん、発売はいつ頃ですかね、2月をあの予定してます、うん、まあ、間違いなく2月には出せるように準備してますので、うんうんうん、2月、うん、なるほどね、ライバルが多いかな、どっちかっていうと1月2月の発売っていうのがちょっと、うんね、まあ、コントロール系と言われるような方が多い中で、シーズン的にね、ちょっとね、そういうコントロール系が多いシーズンではありますけれども、うん、
まあ、パワー系それ以外にもねいくつかね、うん、ありますから、うん、はい、そうですね、まあ本当にパワーをやっぱ売りにしていけると思いますし、うん、ね、今までよりその重さの幅っていうのはこの5種類高機種に変わったことで結構選ぶ方が増えてくるんじゃないかなと思うんで、まあ、女性も含めてぜひ使ってみていただきたいと思いますよね、はいはい、すごいなんかしっかりしてるんだろうな、うんうん、ね、あの斉藤さんの部屋がね、映画の部屋が増えたんで良かったかなというところではありますけど、はい、はい、では最後でいいですか、はい、もう大丈夫ですか、話されないことを、はい、はい、大丈夫ですか、まあ、まだ、まあ、いくらでも出してるんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にまた、はい、20秒で、はい、私がちょっとここで明かりますね、はい、あ、ちょっと待ってね、これの、20秒いきますね、はい、20秒で、最後にPR をこちらの右のカメラで、はい、お願いします。はい、あ、ちょ、あ、これ違うな、ちょっと待ってくださいね。アラームじゃなくてストップウォッチですね。いいですか、じゃあ、はい、はい、では、右側のカメラで、お願いします。はい、ダイレムノバ V3 シリーズ、FS2 システムにアップデートした、強靭なフレームと衝撃を取れるクライボン、手にくる衝撃も優しい、しっかりと振り切れるラケットになってます。ぜひ皆さん使って、これからのテニス充実させてほしいと思うのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、ということで皆さんフルスイングでございます、うん、人生もフルスイングしていきましょう、はい、そのためにはこのラケットをぜひ手に取っていただいてということで、はい、もう、情報会議もなってますので予約も始まっています。そうですね、はい、発売が2月ということでご予定ということになりますので、はい、ぜひぜひ皆様チェックいただいて、はい、はい、ご予約を横回ればなと思います。我々もでもね、新旧ちょっとやってみたいなとは思います、はい、あ、そうですね。いやいや、いや、最初は打たなくてね、あ、僕もいいからね、そうです、はい、打つお二人でお願いして彼らの体力次第で、ね、そう、そういうこともありますけど、はい、はい、そういったこともやっていきたいと思いますので、はい、まだまだ引き続きよろしくお願いしたいと思います、はい、以上となります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しみですね、でもね、これね、はい、本当に、はい、ありがとうございます。